トヨタビッツトヨタラクティススバルトレジアトレジアはトヨタ自動車が製造し富士重工業が販売していたコンパクトトールワゴントヨタ2代目ラクティスの姉妹車であり3代目ビッツをベースとするスバルは2008年4月にトヨタとその参家のダイハツ工業との間における提携関係を締結トレジアはそのアライアンスの成果でありダイハツが製造が発売しているの OEM 車種である DEX に続き、登録者の OEM 第2弾として投入された。また、日本国内市場のみならず、欧州市場にも、ジャスティと入れ替わりに順次投入されている。なお、インプレッサが3ナンバーサイズになったため、スバルの普通乗用車では当時唯一の5ナンバー、登録者であった。これまでダイハツから OEM を受けてきた車種と異なり、開発段階から、 スバルの技術者を送り込み、商品化してきたため、デックス以上に、スバル独自の路線が強調され、バンパーやグリルのみならず、ボンネット、フロントフェンダー、ヘッドライト、リアガーニッシュ、リアコンビネーションレンズも専用品だった。生産は、ベースのラクティス同様、当初は関東自動車工業岩手工場が担当していたが、同工場で生産される。 アクアの増産に対応するため2012年5月より、同社東富士工場に移管した。グレードは、I, I、IL、IS、I タイプユーロの4グレードで構成され、ラクティスの L エピースと XV パッケージ、G、プライムスタイルに相当するグレードは、設定されなかった。また、ラクティスで、1、5G の 2WD 車にのみ、メーカーオプションとなっている、パノラマルーフは、 トレジアにおいては、パノラマルーフを標準装備した 1.5i、L パノラマという独立グレードで設定されていた。i タイプユーロと 1.5i、L パノラマ以外のグレードにおいては1.3リットルに WD1.5 リットルに WD1.5 リットル、オードを用意。装備面でも若干の違いがあり、ラクティスでは設定のないテレスコピックステアリング。 1.5S にしか設定されていないパドルシフト1.5リットルの FF 車のみに設定されるクルーズコントロール G 以上のグレードにメーカーオプションとなるディスチャージヘッドランプが標準装備されていた。逆にラクティスに設定のあるオーディオのステアリングスイッチやナビレディパッケージについては設定がなかった。またボディカラーにおいてもラクティスより二色少ない設定と なっていた。ラクティス同様、エンジンは1.3リットルと、日本仕様にのみ1.5リットル、欧州仕様にのみ1.4リットルディーゼルターボを用意し、トランスミッションは、日本仕様では CVT、欧州仕様では6速 MT、1.4リットルディーゼルターボ車のみ、オプションで6速セミ AT と組み合わせる。駆動方式は 2WD とオードを用意。また、ホイールが五ケツ。 フロントワイパーが、払拭性を考慮して一本となる点も同じである。ただし、後期型の FF モデル全車で、アイドリングストップが、標準装備となる点が、ラクティスと異なる。https://www.carsensor.net スラッシュカタログスラッシュスルスラッシュ t r e z i a s ラッシュトレジアのカタログ。 リクルート株式会社。2020年1月2日閲覧。トヨタ、新型、ラクティス発売高さは低く、幅は広くアーカイブド2010年11月25日。ATTHEWEYBACKMACHINE.asahi.com2010 年11月22日。トヨタ大発。不知重、開発、生産における。 新たな協力関係に合意富士重工業、ニュースリリース、2008年4月10日上記、空のほか、軽自動車のアトレーカスタム、タントエグゼ、ムーブ、ミライースの供給を受けている。富士重が、新型コンパクトカー、スバルトレジア発売、トヨタラクティス兄弟車日経トレンディネット2010年11月30日、タイプユーロは、富士重工業の登録商標である。 スバルでは四輪駆動は、王道と呼称している。ただし、ラクティスの欧州仕様である、バーソ S には装備される。AB 新型コンパクトカースバル、トレジアを発売富士重工業ニュースリリース。2010年11月29日、玉山は後にダイハツウェイクの CM に出演している。ジュネーブモーターショー11、スバル、トレジア、欧州デビュー。 ディーゼル &6 速 MT モヒックカービュー2011年3月7日、スバル、トレジアを改良富士10、工業株式会社ニュースリリース2014年5月12日、ラクティスでの 1NR フック型に相当ラクティスは、従来通りメーカーオプション設定ラクティスのパノラマルーフは、メーカーオプションだったこともあり、引き続き設定されていた。ラクティスの 1.5S には引き続き装着されていた。 デアゴスティーニジャパン週刊日本の名社第91号20ページより、トレジア、トヨタ自動車株式会社、2020年1月2日閲覧、ありがとうございます。